10日日曜日、はい、僕の自慢の iPhone X から、はい、これからインスに向かいます。さあ、名古屋3日目、ワンマンツアー3日目、やってみましょう、クーさん。やってみましょう、やっちゃうぜ。それではリトルグリーンメンが今日は活躍するでしょうか。頑張ります。あ、じゃあシキヤさん入場してください。シキヤさんは、シキヤさん、まあ、まだなんかいつも通りだね。ちょっと寒いと北海道の時のシキヤぐらい。でもちょっと背中一応見せて、背中一応見せて、一応背中がでかい。はい、ありがとうございます。座っていただきたい。でん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 。こいつ14枚、ね、T シャツだけで15枚、全部で、やばくない？でいくらでも脱いでも多分まあ大丈夫。後ろ見て、見てこれ、背中やばくない？しかも肩のさっきさ、このさ、ここ外れとんのね。そう、肩幅やばくて、パチンって、やばいよ、マジで。心のしか顔も太った気がする。はい、そんな感じで皆さん一応ちょっとね、そんなに寒くはないですが、こうやって来てきたわけですよ。はできたから、今日はどんなライブにしようかね。とりあえず一人ずつやっていこう。じゃあまずは俺から言いますかね。まあなんかそう、ライブハウスがね、おー近、ライブハウスが近い、近いじゃない、狭いんでビビるぐらい。だからお客さんとの距離は近いんですよ。ということはライブ感がすごい大事かなと。ライブ感なんていうかな、狭いからテンションが上がらないじゃなくて、狭いからテンション上げていかなきゃいけない。お客さん近くて声も届くし、生声も届くしとか、そういうなんか生身の感じ、見せるよりかはぶつける感じ、なんか性格で言うとキラみたいな感じ。わかる？キラみたいなライブしよう。え、それは違うからみたいな感じのライブしよう。誰も聞いてないですね。カメラで聞いてる。お前で聞いてくれたの。ありがとうございます。そうなんですね。曲は？で、パパパパ、ごっくん、スポンって出てくるから。マジックします。マジックします。はい、変化して。ペンありますね。行きましょう。はい。痛くないです。チキは。チキは。どんなライブにしますか。みんな楽しめ、楽しませる。今日はもうチキもうぐっちゃぐちゃになっていいじゃない。まあ何でもいいかな。やってやるで。今日はもうドア頭から疲れすぎってぐらい。飛ばしていこうぜ。はい。なんつうんだろうな、しっ、いやもう、しっき今日はね、なんつうの、あるじゃん、わかりやすくさ、聞かせる部分あるじゃん、うん、いびつ、かっこ、ディアティアズ、うん、それ以外はもうほんと全身全霊でいいよ。マジで？うん、暴走しちゃっていいよ。まあ、暴走しすぎもちょっとあれだけど、わかるでしょ。あ、まあ、そうそうそう、限度、ちゃんとやりながら、うん、大暴れ。そうそうそう、もうほんとにそんぐらいでいいと思う。まあ、そこまで飛ばしていけるからね、そう。もうなんか止まること知らずで行きましょうかね。クイちゃんは？お。僕はそうですね。せっかく来てくれた皆さんなんで、記憶に残るライブにできたらなと思います。はい。じゃあ俺は。
限りなつるよね、楽しませるとか、はい、音楽で感動させるとか、おい言うね、あと何何とか、いつもの感謝の気持ちを伝えるとかいうやつ、まあ、しないって思うんですよね。あ、いいね、いいね、いいね、いいよ、いいよ。まあ、俺がしたいことっていうのは、やっぱりなんかそういうことじゃなくて、ただ一つ、ただ一つ、はい、バーゼルって、かっけえって思わせること。ただそれだけだからよろしく。どうでしたか、りょうくん。ズラがなくて、動きやすかったのなぁ。メイは、めっちゃ楽しかったわ、目標通りでした。目標どうでした、はい、螺旋どうでした。螺旋はもう死にました。疲れました。まあね、行く前はあんなに綺麗だったのにね。じゃあ顔隠してください。髪こんなんですよ、髪の毛。もうなんか、巻きとかないからね。もう普通に、目浮かん出ちゃって。目浮かんじゃねえか。はい、しきたさんどうでした。いや、俺何それ、ドンディ式なんです。誰だよ。いやどちら様ですか。どちら様ですか。ちょっと、群馬から自転車で。それで来た。楽しかったっすね。めっちゃ楽しかった。よかった、よかった。バイ、この流れでね、はい、レッスンまで行きましょう。イエイイエイ。はい、キラさんどうでした。まんまかな。おお。厳しい。シオンさんどうでしたか。俺ですか。俺ですか。結構楽しかったですよ。なかなか楽しかったです。つけまつげが消えました。まあつけまなくてもね、俺くらいのレベルになればね、関係ねえんだよ。イケメンじゃないから、そこそこイケメンだからさ。このぐらいの差じゃ気づかれねえって。バカタレ、バカタレ。まあ楽しかったです、ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。